負け房とか、自分の5つ下なんで、年齢的には5つ下ってね、17歳考えられないですからね。自分が逆に17歳の時にこの、あのオリンピック世代に入るのって、うん、全く想像もつかなかったことなので、そうですよ、技術相当高いですし、自信を持ってというか、なんか物おじしないっていうのは、うん、ぐいぐい生意気なことを言うタイプなんで、普段から物おじしないというか、例えばゲームやってても、それ俺一番うまいっすよとか、もうすぐ言ってくるタイプです。あとはあの川崎アカデミーにいたので見たことあったんですけど、あ、そうか、めちゃめちゃちっちゃかったんで、その時はもう身長抜かれてるんで情けないです。